古山大輔です皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、えー、2022年初めての、えー、動画になるんですけれども、まあ、えー、今年はですね、こちらのチャンネルの、えー、更新頻度をなるべく上げていきたいなというふうに思っていますので、 まあ、相変わらず、えー、いろんな方とね、えー、お話ししたりとか、えー、どこか出かけたりとか、まあ、去年一本ね、あの旅行の動画を上げさせていただいたんですけども、まあ、旅行なんかもね、あの行けたら、その都度それを動画にしていきたいなと思っておりますし、えー、相変わらず、あのー、両親にばれないように、 家の中で様々なことを今年もしていきたいなと思っております。はい。なので去年と変わらず今年もね、ぜひ、えー、動画を見ていただけるとありがたいなと思ってるんですけども、まあ、何か今年、えー、こんなの見たいよとかありましたらコメントで書いていただけるとそちらを参考にしていろいろ動画を作っていこうかなと思っておりますので、 ぜひよろしくお願いいたしますまだ動画にはしてないんですが去年の12月頃から、えー、スポーツジムに通い始めたのでそちらの模様とかもねあのー、動画にしていけたらなと思っていますのでその辺も楽しみにしていただけるとありがたいなと思っておりますそれでは皆様、えー、今年も鳥山チャンネル ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。